どうも、ロクロックビルエンタメラボへようこそ。ロクロックビルのペチとヒメルチとサクです。注文完了。何を注文したんでしょうか。出版会社にいる元副編集長沢原がもらっていた冬のボーナス1157,122円を注文しました。ダメだ、ダメだ、欲しい、頑張ろうよというわけでアンチヒーロー第6話終了いたしました。たまらんですな。いや面白いね。面白いね。えなんか最終決戦に向かう準備を少しずつしていって、6話である程度準備完了だぞみたいなね、うんうんうん、そんな回でしたね。そうだね。うん、このなんかね、経験値を増やしながら少しずつ強くなってってる感じ、うん、まるで水拳2のようなね。誰がわかんねえよ水拳2。ドラクエとかポケモンとかだもっとあるでしょ大衆的なのが。あ、そうですか。でもなんか本当に秋爪は赤峰とか篠宮をねなんか育て上げていって、その最終決戦に向けてね強くしてってる感じがしたね。うん、なんかどんどん秋爪に見えてくるもんね、うん、2人が。本当だよね。篠宮、赤峰が。だからやっぱ引退するんじゃないかなって思って、ね、なるほど。最後はね、もう2人に託すみたいな、今後はね、ありそうですね。そして考察点で言うと、今日のテーマは後半の鍵を握る人物、エゴシとは何者なのか。エゴシこれですね、まあ、ちょっとさらっと見てる人は誰ですかそれと、うんうん、ある意味それも当然で、まだ出てないんですよね。そうだね、うん、ただ会話の中で出てきてて、まあ、その人物が結構重要人物っぽいぞと、うん、でこの人物じゃないかとか、まあ、サムネ見たらわかるかもしれないけど、うん、まあ、その辺を考察しつつ、檜山との関係性ですとか、まあ、それこそ12年前の事件の真実とか、まあ、その辺までね考察できたらっていう感じで本日もやっていきましょう。ぜひ最後までよろしくお願いいたします。というわけで、そんなアンチヒーローは毎週日曜日テレビ朝日系列で21時から放送されているドラマがありまして、僕たちの動画その翌日に直後考察動画上げておりますので、リアタイと合わせてぜひともよろしくお願いいたします。では早速ですけどもね、まずはエゴシとは何者なのか考察していきたいと思いますが、まあ先ほども言ったけども、エゴシはまだ出てないと。でも誰が演じるかに関してはほぼ間違いなく我らが迫田さんでしょうと。そうですね。まあこれはもう期待も込めて確定と言っていいんでしょう。まあ確定でしょうね。うん、一人だけまだ潜在写真だから。いやそうだよね。そう。で、もちろん役名も載ってないわけで、うん、他はね、全員もう役名も載ってるから。で、揃いました。で、揃ったので、まあ、エゴシが迫田さんっていうのは間違いないでしょうと。うん、というか、それを前提に、この考察はしていきたいっていう感じですね。はいはい、では、6話でエゴシが会話に出てきたシーンをちょっと振り返ってみると、冒頭に事務所で秋澄と檜山が会話をしていました。それがですね、過去の携帯の履歴から一人連絡が取れました。エゴシの元で働いていた人間ですと。いいですね。そのまま探っていきましょう。あと12年前のものが残っているかどうかも大事ですよと。で、残してるはずです。相手の弱みを握って支配するエゴシはそういうやつですからと、うん、なんか悪いやつかもうここで出てるんだけどね。他に一応考察のヒントになりそうなとこで言うと、 YouTube のティザー映像みたいのがあるんだけども、そこで迫田さんがね役として映ってるんだよね、うん、それを見るとね、容姿としてはまあこんな感じで、まあ小綺麗にしててね、うん、まあちょっと権力者の匂いもするかなというか、うんうん、まあごめんけど悪そうかなと悪いだろうな感じはするかな。確かに悪メガネだな、これ。いやこれ悪メガネだよね。なのでまあそっち方向でいろいろ考察していきたいんだけども、まあ正直ね出てるヒントが少なすぎるので、まあ今回はね、まあ間違いなくこれでしょみたいなことは言えないから、はい、まあ、3人のね考察をいろいろね、うん、していって、まあいろんな可能性を考察していこうということで、まず考えられるエゴシという人物についてですけども、僕的にはある会社のまあお偉いさん、まあ社長的なポジションで12年前の清水さん事件に大きく関わる人物なんじゃないか、まあそんな考察をしていて、まあ前提として檜山とエゴシは関わりがあるのはまず間違いないよね。うん、うん、あんだけ言ってるわけだからね、はい、うん、なのでエゴシは工場で働く前の若彼氏半グレだった檜山と関わっていた人物、うん、よってエゴシという人物は横領などを斡旋する裏社会の人間っていう考察ですね。おお、なるほど。まあだから結論から言うと、エゴシは12年前の事件の裏の首謀者にもなるし、糸井さんに横領させてた黒幕的な位置っていう感じですかね、うん、反社ってことですか。まあ簡単に言うとそうだね、うん、でなんかエゴシは会社の金の横領のサポートをしてそのマージンももらう謎のシステムを作ってる会社みたいな。おお、なるほどそんなんないのかな、まあまあ、分からん、あるかもしれない闇深いから、闇深いけど、まあ横領の立役者というか、はい、裏で操ってた人間っていうのがまあシンプルだけどこういう考察で、うん、で12年前の真相的なところを言うと、まあ糸井さんに横領させる中でやっぱり正義感の強いね清水さんとの
関係も糸井さんはもつれてってたと思うし、うん、で糸井さんはなんか自首するとか言い出したとか、うんうん、なんかその斡旋してるのになかなか自分の思うようにいかないと、うん、まあ、その中で最終的にはエゴシの指示のもと、そのエゴシの関係者が糸井さん一家を始末して清水さんに罪をかぶせた可能性まであるんじゃないかと、うんうん、まあ、だからこの考察だとね、エゴシは結構裏社会のドンレベルの人にはなるんだよ。はい、まあ、そうだね、全部を牛耳ってるような、うんうん、じゃないとさ、やっぱ、まあ、エゴシなりエゴシの周りの人間を警察や検察が守る意味はないと思うからね、うんうん、やっぱ警察検察にとっても影響を及ぼすような大物だからこそエゴシを捕まえるのではなくて清水さんを捕まえた、うん、っていうことにはなると思うから、うん、エゴシが逮捕されるとその政治家たちも割と困ったりするからね、うんうん、政治家もだし、まあ、検察も警察もね、うんうん、あんまり考えたくないけどそういう反社と検事とか、まあ、政治家がつながってるっていうことが明らかになっちゃうってわけか、うんうん、そうだね、まあ、このドラマのテイスト的にはそこはちょっとありそうな気がするよね。そうだね、うん、そこら辺出てきそうなのにまだ出てきてないからね、反射とかその辺ね、うんうんうん、まあ結構ざっくりはしてるけどもこんな考察で、うん、でまあ疑問点で言うとやっぱり12年前のものは何なのか、はい、そしてそれを残していた方が弱みを握れるっていうのはどういうことなのか、うんうん、まあ、この辺が非常に難しくて、まあ物が何なのかっていうのはちょっと難しいんだけども、一応そこについても、まあ、自分が疑われない絶対的な証拠を持ってるっていうのがまあ一番濃厚なのかな。そうだね、要は犯人側でありながら自分が起訴されない決定的な何かを保持してる、うん、だから取っといてる、うん、みたいな考察にはなるのかな。そうだね、だからそれによってそれが明るみになってもエゴシじゃない第三者が捕まるような手はずになってるんだよね、うんうん、そういうことだ、うん、それで自分が危ない目に遭うんだったら真っ先に多分それは処理するはずだからね、うんうんうん、それを取っといてるってことはそこに絶対的な自信があって、うんうん、まあ、ただそこが、まあ、空き爪にとってはひっくり返す重要なアイテムだから欲しいと、うん、そうね、うん、なんかそこの探り合いなんじゃないかなって感じはするかな、うん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 、っていう感じで、まあ、エゴシをかなりの悪者として僕はちょっと考察してみましたね、うんうん、はい、まあ、俺もちょっとペチの説に、まあ、多少似てはいるんだけども、はい、まあ、でもエゴシ自身が俺は反対とかではなくて、うん、エゴシ自身は政治家だというふうに思ってますね、うん、でそのエゴシは、まあ、反社会的勢力であり半グレ組織の方とつながりがある政治家として、うん、描かれるんじゃないかなと、うん、でまあそのね反社との間に不正なお金の流れがあったっていうふうにまあ仮定して考察したんだけども、はい、まあ、そんな中ね資金調達のためにその反社はつながりがあった糸井さんの会社のお金をまあ糸井さんと一緒に横領したと、はい、しかし糸井さんとまあ揉めてやっぱりちょっとやめようよみたいになって、うんうんうん、その反社の人が一家を殺害して、はい、うん、でもその反社の人物が捕まっちゃうと、そのね政治家であるエゴシとのつながりがバレちゃうから、うんうん、そうなったらまずいっていうことで、まあ、糸井さんの会社の同僚である清水さんに、まあ、罪をなすりつけて、ほう、まあ、事なきを得たのかなっていうところです ね、うん、だからまあエゴシだけじゃなくていろんな政治家の人もその反社とつながりがあったから、うんうんうん、まあ、それこそ弁護士もそうだし検事もそうだしで、まあ、隠蔽したっていうような流れかな、うん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 、なるほどね。そうそう、で檜山についてなんだけども、うん、まあ、12年前ねその反社にいてエゴシとの直接のつながりはなかったけども、まあ、エゴシの元で働いてた人物とやり取りをしていたから、まあ、携帯にね、はいはいはい、その人物とのやり取りが残っていたみたいな、まあ、別と同じようにその直でのあれはなかったけどもっていうところかな。うん、でも確かに何か聞いてみて僕が疑問に思ったその弱みを握れるから何かを取っといたって部分に関して、うん、僕のだとやっぱ自分に来ないとは言いつつ、まあ、自分の部下なり関係者が殺してたってなると自分に来る可能性って結構あると思うんだけど、うん、まあ、ケメの説だと要は反社の人に頼んだみたいなことなんでね。まあそうだね、というかまあつながりのあった反社がやったっていうわけだから、うんうんうん、だからその弱みっていうのも反社に対しての弱みというか自分には来なくて、うん、まあ、捕まるとしてもその反社の人に住むようにしてるというかね。あ、まあそうだね、うん、まあ、スケープゴートにしてるしてるとか、うん、だとなんかそっちの方がありそうな気もするね、うん、まあ、僕的にはですね、うん、そのエゴシって何者なんだみたいなところにスポット当てて、はい、まあ、ズバリエゴシは弁護士なんじゃないか。それも糸井一家殺人事件の裁判の、うん、まあ、清水さんの弁護士だったら面白いかなと思っていて、はいはい、なるほど、まあ、当時の裁判官とか検事はもう判明してますけども、はいはい、清水さんの担当弁護士っていうのは判明してないんですよ。あ、そうだね、でそこにまあ迫田さんが来たら面白いなと
確かいうとこで、でまあ伊藤一家殺人事件の、まあ、裁判は、まあ、清水さんがね、まあ、死刑判決を受けて、うん、冤罪が成立して幕を閉じたんだけども、はい、まあその裏に当時千葉地検にいたその伊達原とかね、はい、まあ、伊達原はなんかその指揮を取っていたとかね、うんうんうん、事件のねともあったし、清水さんの裁判の裁判官だった瀬古がこの江越とズブズブに繋がっている、はい、まあ買収されたりとかも、なるほど、検事側に弁護士が買収されてたとい う, もう最悪な展開だと、清水さん自身はもう誰も味方がいないという状況になってるから、そ、ね、あ、まあ、その第一審でまあ死刑を受け入れたんですよみたいな、はいはい、劇中でもあるから、まあ、そこの流れにたど、り着くのかなみたいな、なるほど、うん、でじゃあなんでその清水さんを犯人に仕立て上げたとか、まあそこまではいけてないんだけども、うん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 、まあ、そういった構図はなんかすごいスリリングだなとは思ってますね。じゃあ檜山と江越の関係性は、この2人が側近パターンだと、まあ江越が弁護士ということなので、ヤンキー系パラリーガルと、なんでヤンキー系パラリーガル、カタカナ多いな、ヤンキー系、ヤンキー系パラノーマル、違いますよね、だってごめん、元い、じゃあ体育会系パラリーガルにしようか、わかんないことは続くけどまあわかるよ、うん、とかまああるなら専属ドライバーとか、あーなんかそっちの方がまだ、まだね、はいはい、まああるかなって感じちょっと失礼だけどね、そっちの方がまだ、まあまあまあね、まあちょっと見た目だけだけど引っ張られてるよ、見た目にね、うん、なんか一番ありそうなのはこの、まあ、糸以下殺人事件の大元になってる事件っていうのが、うん、西芝建設の横領事件、はい、まあ、そこから派生して殺人事件が起きちゃったっていうのもあるので、うん、まあ檜山はその建設会社の社員、うん、でじゃあ江越は何だって言ったら、その会社の、担当弁護士みたいな、あるあるある、専属弁護士みたいな、聞いたことある、顧問弁護士、あ、そうそうそう、はいはいはい、そういうので風の噂でエゴシって相当怖いよ、やり手だよっていうのを聞いてたら、はいはいはい、まあそういう風にその弱みを握って支配するのがエゴシですって、なるほどね、まあ、噂レベルだけどそう秋澄に言ったみたいな、うん、ところまではいけるのかなっていう、あ、確かにね、確かに檜山との関係性が一番ちょっと難しいかなと思ったけど、担当弁護士でそこの会社で働いてたってこと、うん、ならありそうだね、うん、だから証拠になるものっていうのはやっぱこの担当弁護士、当時担当した清水さんの事件の、まあその伊達原とか瀬古と、うん、まあズブズブだったっていう音声データなりなんかわかんないけども、おお、まあ自分もピンチだけど結局上の瀬古とか伊達原も道連れにできるから、てかそっちの方が大変そうだよね、まあ、そうだね、こいつらに指示されましたっていうふうに言えば逆転はできるそうなんで、うんうん、だからここを欲しいから、まあだからまあここを手に入れることによって物語をぐるっと、はいはいはい、まあ一発逆転狙えるっていうのを秋爪思ってるのかな、なるほどね、うん、あ、なんかありそう、あのヤンキー系なんちゃらってとこで耳塞いだ人もいる、ヤンキー系パラリーガルあそこで辞めた人いるかもしれないけど、え、全然後半まで聞いたらなんかありそうな気もしてきたね、そうね、まあ、だし弁護士っていう、確かにその清水さんの事件でいるはずなのに全く描かれてないポジション、そうだね、うん、だしそこが全く使い物にならなかったら、確かに清水さんももう気持ち的にももう無理だなってなりそうだし、そうだ、ね、まあ、言いくるめられちゃう可能性もあるし、はい、うん、結構ありそうだね、うん、面白いかもしれない、面白いという感じで、まだ出てない、会話でしか登場してないこの人物をかなり考察して好きかって言いましたけど、まあ悪いやつで3人とも一致と俺、この絵見たら悪いやつでしょ、いやいや、だよね、うん、このネクタイ悪いやつしかしないなんか柄物の確かにね、はい、ということで迫田さんね、僕らも大好きなので、はい、まあ、思う存分悪目立ちしてほしい、そうね、はい、どうするめちゃくちゃいい人だったらしたら全力で謝ろうしか真犯人フラグについて、いや、本当に謝るの得意だから、ありました、ありました、はい、いつまでも疑います、はい、ということで、なんか次でね、エゴシが見つかるとかもありそうだし、うんうん、まあ、12年前の事件自体が結構真相分かりそうだから、はい、まあ、考察いろいろ分かってくる部分もありつつちょっと変化できる気もするのでね、うん、次も楽しみに皆さんの意見も聞かせてください。というわけで、僕ら他にもいろいろ活動しておりまして、サブチャンネルに僕の個人活動とかいろいろやっておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。というわけで以上、ロックロックでした。ご視聴ありがとうございました。僕たちの動画が少しでも楽しいなと思ってくれた方は、ぜひとも登録ボタンお願いいたします。ということで、最後に決めろじゃん。はい。いろんな色の人物が登場してきましたが、10話の最後の最後に出てくる謎の色の人物の名前は何？本人役で村上虹郎さんが。ああ、すごい、全員集めて。全部掌握してる人物。かっけー。めっちゃかっけーじゃん。